かわいい、もうかわいい、パパの踏みして、せーので、パパのどれ、せーので行きます、しめよ、しめよ、おい、この間太陽菓子の時に言ってたインドネシアです。どんなイメージある？ママインドというと甘いイメージがある。やっぱ辛いイメージもある。濃いイメージ。濃いイメージ。なんかスパイスが。スパイスが。なんでせ？なになんか見つけた？じゃあみんな楽しく開けよう、楽しく開けよう、あ、ちょっとレイズがある、レイズ全部出しちゃうでしょ、おい、やーだ、やーだ、飲み物ある、飲み物はこれ好きそう、シュガースイート、まず、なんかジュース、そしてなんかよくわかんないやつ、そしてなんかよくわかんないの、そしてパパが好きなレーズ、これもなんかスナック菓子ですね、なんか思ったよりはいけそうな感じがします、結構いけそうでしょ、何からいきますか、やっぱレーズ、これね、レーズはレーズなの、よく見てください、インディアンマジックマサラ味です、そんな見たことない、あら、いや、インドのレアスの袋が、袋が、いらっしゃい、いや全然いける、インドのレーズン、あーすごい、あっ参加してよ、いや普通のタレのチップスですね、これはこれはせよせよと思ってるんだけど、でも待って、じゃあもっと大きいのだよ、せーの、辛っ、辛い、爆発力すごい、ああでも美味しい、うまい、ちなみにこれマジックマサラーズですよね、はい、こっちもマサラザクロジュース、マサラザクロジュースてかマサラって何、マサラ、うん、インドで取れるやはり香辛料、例えばクミン、ターメリック、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、カルダモン、コリアンダーなどを合わせたインド料理のスパイスの、まあ、総称、なるほど、一個も通じなかったってことは、これはザクロジュースの中にいろんなスパイスが入ってる、せー、なんで食べた、また、まあ、総称、なるほど、一個も通じなかった、ただこれは甘いはずなので、すぐ黒…え、でも辛いんじゃないの、スパイスが入ってたって、飲み物が一番嫌だ、え、カズさん、これ大好き、大好きだけど、何かさ…クロス、いや、甘い甘い、シソッと入ってた、はい、大丈夫、ザクロの色だね、うん、パパ、どこ見て、いや、せーのでいく、パパの踏みして、せーのでいきます、パパのどれ、せーのでいきます、パパのどれ、せーのでいきます、パパのどれ、なんで見てる、マサラが入ってるって、お、独特の匂い、じゃあやりますよ、乾杯、ナマステー、よしよ、
ないで、これはビデオだから絶句じゃなくて。汗が舐めた。靴下から絞った。靴下から絞った汗が入って、靴下から絞った汗。それはスパイスなの？それはちょっと待って、すごい。あ、ついた。ジュースなんだけど、カレーのスパイスの匂いが少し入ってる感じ。混ざってんだよ、カレーっていうか。どうぞ。辛いでしょ。はい、辛い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 。飲んで飲んで。インドではジュースさえもスパイスを入れちゃうんだね。よっしゃ、釣りに行きましょう。せいがもだれてる。かおちゃんが持ってるそれ行きましょうか。これ何なんだろう。これはまだ名前は何て言うの。アガラタガラタキジュペット。インディアンスイーツボンボンズ。ボンボンって飴でしょ。おっと、まるっと一個。ただの砂糖の塊だった。砂糖の塊だったらシャッキリするかも。え、スカホ大好きだよね、そしたら。おー、This was so good。 なんか匂いはそんなに変じゃない。チキンみたい。え、ちょっと待って、飴じゃないじゃん。ブヨブヨしてるよ。出して出して出して。ダメだよ。何これ。石みたいなものが出てきました。いや、結構美味しそうじゃない。じゃあ、せーの。かじればいい、かじればいい。何やってんの。石やった。いくよ。せーの。食べないで、なんかしてる。いや、柔らかい。面白い。わたあめ。わたあめ。わたあめ。おお、ほら見て。面白い。水がついたら溶ける。そうみたいになってる。なんか硬いゼリーみたいな。で、何やってんの。食べてよ、せいも。何やってんの。こら。溶けるかみたいよ。溶けるかみたい。パパすごい勢いで食べてる。なんかちょっとこうやみつきになるよ。砂糖の味は。水も食べてる。インドすごくない。ジュース以外結構評価いいよ今んところね。きつかったのはやっぱタイか。甘いのいったんで次しょっぱいのいきましょう。クルクレー。これは絶対無難でしょ。グリーンチッツニー、なんて言われたの。グリーンチャツネスタイルだって。チャツネ。やだやだ。スパイスの一つだね。どれ。匂いはしない。するわ。チャツネ。うん、じゃあ食べてみよう。あのカレーとかにやっぱ入れる。せいちゃんも一緒にせーの食べようか。インドの方はスパイスが好きなんだね。辛い感じの。いきます。せーの。あ、辛っ。こっちとどっちが辛い。これも辛い。これも辛いな。こっちも変な味がする。こっちはやっぱ辛さにそのタツメの風味がこう合わせる。でもパパ好きなんですよ。でもパパ好きなんですよ。ビールや。せい大丈夫。せいがすごいわ。エビの味がする。いや、怖く辛いわ。オッケー、ちょっと甘いの行こうか。甘いわ。ほらほら見て、インディアンスイートボンボンって書いてあるから。いや、もしかして一緒。でも名前違うよね。アジャラジャ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 ピタとラスグラ。これ何なの。わかんないわかんない。絵は餅っぽい。しかしたら、これ何？わかんない。何これ？あ、
え、チーズ？ I dare you to smell it! チーズだ、モッツァレラ。そう、ハニュー。チーズ。すごいな。あ、閉めた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 。はーい。はーい。あ、なんか雪の大福じゃん。雪の大福甘いんだ。彼女少なおい。せーはせーもせーもせーの。ラスグッラは南アジアで生まれたスイーツ。カッテージチーズと小麦粉で作られた生地を丸め、合ってる顔で濃厚な濃厚な砂糖水で煮て、ローズウォーターで香り付けして作る。美味しかった。美味しくない、美味しくない、美味しくない。極端ってことね。甘いか辛いか。これは特になんかもうわけわかんない。でもどのインドスーパーに行っても売ってるから。デザートとして食べるのが好きなの。そうだと思う。さあ今日はインドになれましたよ。辛い目にあった。次はどこのお菓子行きましょう。どっかヨーロッパのやつお願いします。ヨーロッパ、ロシア。いや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 。フランスとかさ。まあママが選ぶんでね。